この曲ね、大谷さんがね、半端じゃなかった、マジで。まあまあ、単位や若ドラで泣いてるんだけど、あとチーピンがもう3枚見えてて、きついってなってて、まあまあ、ここでね、ローピン現物切る普通。で、チーピンがね、1、2、3、4枚見えたんですよ。チーピン4枚見えちゃったね、となって、スーピン引いたりアンピン通ってる普通。ここね、ここ。はい、ここ何切りますかと。パーピンがね、チーピンが4枚見えてて、1個仕掛けに使われてて、もうこんな切り順なのよ。で、スーワンはスッチワン通ってない。ただ、ワンチャンス。ローワン3枚見え、ウーワンも3枚目。ダブルワンチャンスか。ダブルワンチャンスだね。さあ、どうしますかと。降りる牌はいっぱいあります。親番です。しかも3万4000持ってるトップ目です。さあ、どうする？まあ、スッチワンは振り点でほぼ上がりはないんだけど、まあ、パーピンが、その短期かシャンポンにしか当たんないと。うん。で、スーワンは一応ダブルワンチャンスですと。ここで、大谷さんのね、脳が光ったわけですよ。これね、激アツだったのが、これ見てください。内川さんのこれ。チーピン。これね、何も色ついてないやつは手出しなんだけども。チーピン、ローピン。どっちも手出しなんですよね。チーピン、ローピン、手出し。なおかつですよ。チーピン4枚見えてるんですよ。だから、ロチパって持ってることもないと。おいおいおい。ドラパーピンでチーピン、ローピンを払う。しかも、そこの部分、二度受けでもないってどういうことだいってなったわけですね、大谷さん的に。まあ、皆さんもどういうことかになりますよね。だって、ピンズ6、7って持ってたら、ウッパーピはドラ受けなんですよ。ドラターツの部分を切っちゃったんですよ。6、6、7、7から切ることがあるけど、6、7から早い段階で7、6って切ることあんまないじゃないですか。ここで大谷さんは、こいつ、さては、チートイツの可能性あるなってなったわけですね。なぜならウッパーピンを変なタイミングに放ってるから早すぎるだろう払うのと、うん、なりましてチート率だとしたら何待ちが危ないかと言われたらドラ待ち危ないですよねということで魚谷さん的にパーピンは切れないとそして数ワン短期にしてることはほぼないじゃないですかチート率でなのでここは数ワンをぶち押したわけですねこれはねもう読み入れてますよねチーピンローピンの手出ししっかり見ててうんこれメンツてなことあるかなとなったわけですよそしてねまあ数ワンはまだ押せると思うんでダブルワンチャンスだしこの後ですよこの後真にきつかったらこの後でまあリャンゾーも押してもうこの松本くんの地位で相手を回されてしまったと。なんてことすんだよ、松本君。しかし、ドラを積もったら4000オールってなったらローワン引いてきたんですね。はい。どうすか、ローワン。ムスジね。もうムスジ、ただのムスじゃないからね、これ。ドムスジね。ドのつくムスジ。サブローワンも6級はも通ってないんですよ、これ。で、しかも、もう一つ言っておくと、ムスジは、ほぼ通った。通ってない無筋はもう、マンズのサブローワン、ロッキューワンと、リャンウーワン、ウッパーワンだけかな。うん。と、しかも配定。しかも3万4000持ち自分は。あ、違うわ。しかも今の嘘ついた。待って待って。ローワン数えて。1、2、3、4枚見えてるからさ、ウッパーワンもないわ、これ。もう、メンツテだとしたらめちゃくちゃ危ないローワンね。もう、とにかく。で、ここで考えるのは、内川さん、あなた、メンツテなことありますかというね、話ですよ。まあ、この配定のローワンは、もう正直言うと、チート率9割5分ぐらい思ってないと切れないっすね。なぜならもう、めちゃくちゃ危ないんで。もうこれぐらいしか無筋残ってないんで。さあ、で、このチーピンローピンを、魚谷さん信じたわけですよ。いや、こんなチーピンローピン払って普通のサブローワンとかロッキーワンが出てくるわけがない。私は、信じるってローワンをしたんですよね。これが半端なかったね。そして、流局、ペン、ドーラ短期チートイツということで、ということですよね。半端じゃない押しだわと思って。うん体感補充率、いや、わからんけどね。いや、僕はね、やめるね、これ。
僕はやめるな。僕はやめるんだよね、これ。チートイッツっぽいなと思うんだけど、まあ、問題は、このチーピンローピン落として、チートイッツとメンツテの天秤にしながら、メンツテみたいなことがさ、起こりうるじゃん、麻雀って。で、その場合だともうローワンほとんど当たるからさ、いや、こいつは、きちいなと思って、うん。これは押せんな。まあ、トーン一曲の親とかならギリギリかもしれないけど、もう3万4千点持ってるからさ、フェリペ語絡めのメンツでみたいな感じ、そうそうそう。3万4千点持ってるから、これ通すと思うんだけど、メンツでだったらめちゃくちゃ当たるなって言ってやめそう。うん。あまりにも濃い牌つかまされたなっていう感じで。ただ、魚谷さんはね、信じ切ったよね、己を。うん。己を信じ切って言ったのすごいね。イメージはなんか、父パパくんの6級1とかに打っちゃうんじゃないみたいな、ちょっと恐れがあるわけよ、僕には。そう、宣言牌はまあ安全牌だったんだけど、まあ単純にこのチーピンロープがやっぱおかしすぎるというね、読みだったわけです。ここでお釣りは K 点&親権、そうだね。まさにそれ。だから、これが例えば持ってきたいが安全牌なら切って絶対天牌って言って親続行するわけだから、魚谷さん多分チートイツ率 95% ぐらいと思って、じゃあ、行きまーすって、安牌と一緒ですって言ってローワン切ったんだと思うんで、これ半端じゃなかったね。これ見て、ああ、今日のトップは魚谷さんかなと思ったもん、正直。ここを見てね、うん。この経典取りを見て。しかし世界はそう簡単には進みませんでしたと。